本当大丈夫だ。カブさんですよね。でもあそうです。はい、本当大丈夫よね。いけたよ。終わり。あっという間よ、ポンさん。ポンさん。痛い痛いな、大丈夫やで、カブ。大丈夫やで。大丈夫、大丈夫。頭トントンしまっててもいいですか。できた、できた。はい。車とかそのまま行ける、はい、このまま行けるね、大丈夫、最高、しかも頑張ろうね、よし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 よ大丈夫やで。痛くないから。爪きれいきれいしような。ついた。大丈夫大丈夫さら。ここの子だと多分子宮口を使ってるんで、多分あんなちっちゃいんで分かんないですよね。お腹触った感じ切ってそうですけどね。ちょっとだけ触れるところはありますね、傷口っぽいの。ただそこがちょっとあのサイヘルニアのとこなのかどうかって言われてちょっと分かんないんですけど、うん、縮むんですよね。で傷口切った後は大きくても縮むとちっちゃくなる子がいるんですね。前ありがとうございます。よし、とりあえず外します。あ、ありがとうございます。そんな爪切れる？
この子たち普段から出てこないんですか、あそこから。出してないです。あ、まだ下ろしたばっかりなんですよ。ああ、なるほど。工事するんで下ろしただけなんで。普段皆様でやっぱ触らせてもらえないんですか。あ、この、はい、無理ですね、この2人。なんとかごめん、後ろ隠すタルクをしていける。本当に後ろからとか出ないと難しいです。あ、慣れるかな、これは。こんな下でやるな。ちょっと後ろから、後ろからにしようかと思う。もう同じように、あの猫多頭7頭か8頭でお家リフォームしても猫専用にしてる方いらっしゃるんですよ、はい。で普段そこ人出入りしないとこに爪切り、まあ、もう2年ぐらい行ってるんですけど、最初やっぱもう1時間かかりましたね、全員やるの。ああ、そうですか。今あの15分ぐらいで終わりますね、慣れてきたら。ちょっとね、左ちょっと離せないから左回し行ける、これや、うん、あ、口噛んじゃったね、ごめん。ああ、ごめんな。でレボリューションと、うん、そのまま打って、右のとこ、みんな右の、うん、爪怪我しなかった。爪は怪我しなかったよ。やりにくいでしょこれ。あ、なさいね。あ、いえいえ、うちの猫たち使ってる。はい、お手手はこれかな、うん、よしよし、ちょっとしんどいかな、呼吸。大丈夫かな、うん、かますよね。あー、空伸びとるわ、これな。出しちゃったな。あー、ならら、壊れてるな。はい、反対の手はこれかな。大丈夫だよ、カキ。おいしょ。大丈夫、カキ。おいしょ。はい。そう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 。大丈夫だよ、カキちゃん。大丈夫だよ。大丈夫。すっごいなつね、あんた。めっちゃ引っかかってる。げつないな、カキ。爪。体勢が緩めた方が、はい、これでどうでしょうか。もう食い込んでるわ。はい、早く出てきた。はい、早く出てきた。これ終わったらまた中に入れる感じですか。はい、はい、私ワクチン。かきちゃんね、上になんかベッド入れてあげた方がいいんちゃいます、今の間に。そうですね。いらんじゃあね、入れてたので落とされた。落とされた、嫌な、いらんねんな。いらんね、中き。よし、で、あとレボリューション。よし、ここの隙間からいけます、うん、いける。噛むからね、はい、いける。
戻しても大丈夫ですか？